皆さんこんにちは。こんにちは。ゴーイチコラボの服部です。ゴーイチコラボの門脇です。今ですね、ベツレヘムという場所ですね。はい。パレスチナ自治区が、はい、のところに来てます。初めて来ましたね。まあ、今ね、いろいろとニュースではね、なんかこういろんなことがあるけど、全くこれ平和そのものですね、パレスチナね。本当そうですね。入るときはすごい緊張感あったんですけども、うん、実際入ってみると、うん、すごくこう皆さん和やかに過ごしてらっしゃいますね。うん、そうですね。でここ見るとこのねバッグ分かると思うんですけど、クリスマスツリー祝ってるし、さっきはね何ですか、イスラム教のねあれの音楽流れたりしてて、で、ここに、キリストが生まれたと言われる場所があると、聖誕生教会。そうですね。あそこですよね。はい。まあ、この今回の旅で一緒に行くということで、まあ、とにかくパレスチナの印象第一どうですか。そうですね、やっぱりこのクリスマスも、元々の元はやっぱりキリストが生まれた場所、こちらにこうルーツがあったということで、やはりそれをこう体験できるっていうのは非常にいい経験になるんじゃないかなと思います ね。でさらにこの教会なんですけども、入ってみるとすごく趣があってですね、歴史を感じるそんな場所です。そうですね。はい。ということで、今回の旅こちらの方も行きますので、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。